こんにちは、こんばんは、ボランチャンネル屋です。ボランボラン。本日もプロスペース実況頑張っていきたいと思います。本日の企画はこちら。はい、本日の動画は2019タイムスリップ第4弾。こちらの方がね、更新で追加されましたので、簡単に能力を見ていって、その後ね、ガチャ動画やっていきたいと思います。いやー、まあタイムスリップ毎回来て思うんですけど、そうそうたるメンバーですね。もうガチャを引く前からワクワクしちゃうようだね。パリーグ上から岸選手、森福選手、金子誠選手、新井選手、西野選手、島選手と、まあ結構現役多めですね、ここのところは。セリーグ上から島選手、畠山選手、杉内選手、村田選手、山井選手、矢野選手と。で、一緒にね、新イベントでね、バッティングトラベラー、世界の果てまでかっ飛ばせってなんか聞いたことあるようなフレーズでね新イベント来てます。で、こっちのね、累計では確定分ではないんですけど、累計でもS ランク契約書括弧 TS 第4弾確率 33%、 これ S ランクは確定なんですけど、 TS 第4弾が出る確率が 33% ですよっていう契約書が一応累計では手に入ります。それ以上の自チームの S ランクとかをね、狙っていく人は、まあ、ランキングを走ってくださいよという仕様ですね、今回は。ただ今回はこちらですね、10連の方の60連目で自チームのね、S ランク TS 選手が確定になってるので、まあ、ランキングそこまでね、白熱しないんじゃないかなとは思いますけど、まあちょっと新イベントなんでね、ちょっとその辺はよくわからないので、僕は、こっちの方60連引いていきたいと思います。それではね、軽く能力見ていこうかと思います。はい、はい、西武の岸選手ですね。まあ西武の岸選手でもね、まあ、相変わらずのこの3つの能力ね、どれも素晴らしいですね。楽天の岸選手よりは若干能力は落ちてるんですけど、まあ西武のね、自チーム枠で欲しいっていう人もね、かなりいると思いますね。このレベルのピッチャーはなかなかいないと思うのでね、ぜひね、西武の人はね、取りに行ってもいいんじゃないかなと思います。コンボ的にも同値がね、組みやすい数値になってるのでいいのではないかと思います。次、森福選手ですね。森福選手は巨人にいるので、まあ今後 A ランクが追加されるならば、限界突破もしやすいということでね、ソフトバンクの時の森福選手はね、相当能力が高いので、ここはね、正直、ソフトバンク枠のね、まあ、中継ぎってね、かなりの補強になるんじゃないですかね。中継ぎ抑え両方 S なんでね。はい、金子誠選手です。金子誠選手、僕がちょうど見てた時にね、一番ね、出てた選手だったんでね、日ハムね、懐かしいですね。今、コーチかやってますよね、確か。まあ、能力的には、ミート型ということなんですが、最初からショート、セカンド両方 B はありがたいですね。チャンス、守備職人、恐怖の9番打者。懐かしいですね。恐怖の9番打者だったわ。オリックス枠の新井選手ですね。昭和の選手なので、今やってる人とかはあんまり知らない人も多いかと思うんですが、まあ、アベレージヒッターのね、方です。まあもう能力がね、見て分かる通りなんですけど、ミート86、パワー68、ストライク72というね、ミートが86はかなり高いのでね、正直。まあ、オリックス枠は外野はどうなのかな、ちょっと僕はそこまで把握してないんですが、まあ純正でやってるなら全然いいんですけど、オリックス枠で入れるってなると、ちょっと他にもね、いい選手たくさんいるので悩んでくるところではありますかね。はい、西野選手はね、まあ現役でいるので、まあ限界突破もしやすい選手の一人ですね。9位型です。どうなんだろう、今いる方の西野選手とどっちが強いんですかね。だからタイムスリップなんで多分こっちの方が強いはずなんですけどね、他球団移籍してない限りは。はい、島選手全然今も出てるんでね、この辺はどうなのかなと思いますけど、まあ、楽天の人は無理して取りに行くところではないのかなとも思いつつも、TUS 枠なんでね、取りに行きたい人もいるんじゃないかなとは思いますね。ミート78はキャッチャーの中ではかなり高いですよ。まあ、低弾道っていうところはちょっとね、使いづらさはありますけど、まあ、リーグオーダーとかにね、楽天で入れてもいいんじゃないかなと思います。はい、石間選手、赤ゴジラですね。これ、首位打者取った時の年かな？あ、やっぱそうですね。28歳だったんですね。赤ゴジラと言われてね。ミート83、パワー79はかなり高いな。まあ、かなり使いやすいと思います、バッティング的には。まあ、守備的にも、守備的にはね、ちょっと DH に入る可能性が高いですね。広島区だとやっぱ野間選手とか鈴木誠也選手とか、純正で使ってる人はいると思うので。まあ、そのあたりに、よりはやっぱ守備は劣っちゃうかなと思いますけど、やっぱバッティングでね、その分返ってくるのでいいんじゃないかと思います。畠山選手ですね。畠山選手いつも見て思うんですけど、ラインドライブとかなんか弾道低めじゃないですか、いつもガタイに似合わねえなって思います。まあミート69、パー78、急い51、これ年俸低かったんだけどみたいな、そんな報道のされ方してた気がしますね。畠
竹山選手もすごいいい選手なんですけどね、怪我が多いんでね、ちょっとその辺残念なんですけどね、個人的にはあの僕ガタイがいいファースト大好きなんで、結構好きな選手の一人ですね。打ち方もね特徴的で、チャンス20番ラインドライブプレヒッターと。はい、来ました、巨人杉内投手です。9位82、制球75、スタメン78で、かなり能力が高いですね。まあただもうこれはもう多分9位型で確定なのかな、初号チャレンジとかしてもって感じですかね。これはあのきっとノーヒットノーランをした時でしょう。5月にノーヒットノーランね、あれもう僕テレビでちょうど見ててやばかったですね、あれは。いやー FA でね移籍した選手ってなかなかね正直活躍できないって言われてるんですけど、鈴木内選手は全然違いましたね。未だにね巨人に貢献してくれてるね大好きな選手が一人なんでね、今回は60年で鈴木内選手を取りたいと思います。はい、村田選手ですね。村田選手巨人で出てほしかった。まあただね横浜のイメージも全然強いので、正直横浜で、欲しいっていう人もかなりいると思います。ミート80、パワー84、走力56ってかなりヤバい能力なんで、これはもう取りに行く人もかなり多いと思いますね。まあホームラン王の年ですよね、46本塁打、いややばいですね。これは多分かなりホームラン打てるんじゃないですか。ミートとパワー A はすごいいいと思いますよ。山井選手ね、山井選手も息が長いですよね、すごいと思いますよ本当。たまに手がつけられなくなるピッチング未だにしますもんね。9位75、制球66、スタメン75、最初から同値ですね、やりやすい、コンボが組みやすいということで、中日枠いい選手してなんじゃないでしょうか。矢野監督ですね、矢野監督はもうバッティングも良くてね、キャッチャーでパワープロではよくお世話になってましたよ、阿部選手と並んで。阪神の捕手枠がやっぱ梅野選手なんですけど、まあ、どうなんですかねその辺は。やっぱ TS って正直強いんですけど、やっぱ使いづらさ部分はあると思うので、限界突破とかの点において、まあそこねその辺を比べるとどうなのかなと思いますけど、能力がやっぱ高いので正直欲しくなる気持ちはすごくわかりますね。ということでちょっと僕なりにね、まあ感想解説みたいにいつもなってるんですけど、ちょっと喋ってみました。ということでね、早速今度は、こちらをね60連引いてね、チームを強化していきたいと思います。今回も S が出たらね 50% の確率でね出るんでね、最近途中から出るんですよ結構、そこを狙っていきたいですね。ということで10連目いきたいと思います。ほい、杉内選手の A ランカー出てほしい、1番もちろん S が出てほしいですけど、杉内選手の A ランクが欲しい。限界、おマジか、来たぞこれ、ここ、よっしゃマジで嬉しい。いや村田選手超大好きなんですよ本当にいや背番号25も僕一番好きな番号ですし、いや超嬉しいっすわこれは、マジで嬉しい。杉内さん選手の A が出てほしいな。あとはあー出なかったか。最後のこの A ランクも結構ポイントですよね。いや村田選手めっちゃ嬉しいな。でもただ限界突破っていうね点でちょっと難しいんですけど、まあ、今後おそらく TS とか OB 枠で村田選手出るんじゃないですかね。ということでずーっと取っときたいと思います。ありがとうございます、コナミさん大好きです。はい、ということで20連目もね気分よく引いていきたいと思います。最近もう来ると思ってるから、もう絶対来ますよこれ。お、光ってるよ光ってるよ、長打じゃない、はい長打ね、からのですよ、からの、これは S は来ないな、 A ランクだな。さあさあさあ A ランク頼むよ、 A ランクよ、来た、うんうんラスト、よっしゃこれはやばいぞこれはやばいぞ、来たぞこれは、これは嬉しい。いや村田選手運が強いですよ今日、自チーム横浜に変えちゃいたいぐらいの気分ですよはい、ということで確定枠ですよ、30連目引きたいと思います。ここで杉内選手が出たら申し訳ないですけどやめますさあ行きましょう、30連目、よいしょ。これね、自チーム枠が出たこと一回もないんですよ。さあ
中で来る可能性もありますからね。おおー、吉田選手この前も出たな。途中で来ないかな。はい、ということで、確定枠1人目いきます。おー、いいっすね、岸投手。まあ、限界突破も全然元気なんでしやすいですし、何より能力が高いので12球団オーダーに全然入りますね、僕の。まあ、楽天の岸選手持ってないんでね、僕。今回内容が良すぎるぞ。確定枠もあるんだよね、やばいぞ。ガチャ最近運が良すぎる。なんかまあ今年入ってね、あんま良くなかったんで最近巻き返してきてますね。はい、40連目いきたいと思います。もう一人ぐらい S 出てくれたらね、まあ、言うことなしと光ってますよ。長打か、長打、長打からの、からのです、からの来ました、長打からのです。さあ何番目いきますかね。ここか。おい、かぶったかぶったかぶったよまあ全然嬉しいですけどね、かぶっちゃったよ。ラスト、おー、かぶっちゃいましたね。僕途中とかで結構最近聞くんですけど、自チームのなんかその、まあ、自チームは出てますよ、自チームは出てるんですけど、その狙ってた選手とかは引けないんですよね。まあそれはね、それ狙ってた選手が引けるんだっていうのはもうめちゃめちゃ運がいいことなんですけど、こんなに運いいならそろそろ来てもいいかなっていうのは逆に思っちゃうんですけどね。はい、まあ、ということであと20連なんで、気分よく引いていきたいと思います。さあここでも来てほしいな、ここでも来てほしいな。そんなうまくはいかないよね。ほい、もう何もなかったよ、燃えすらしなかった。もう A ランクも来ないパターン。お、来た。あー、西田選手。いや、なんか全然あの確率引けないですね、DS の。あ、来たわ、島選手。あー、岸選手か村田選手来てほしかったな。はい、ということで最後60連ですね、杉内選手を取りに行きたいと思います。まあ、ただね、ここでも出るかもしれないんで期待しながら見ましょう。途中で来るかもしれないし、 A ランクは来るかもしれないし、長打か、すごいな、確定演出今日何回も見ますね。出ないやないかい、割れるだけかい。 A ランクがね来なかったのはちょっと残念ですけど、お、しませんし、お、びっくりした、急に来るじゃん今日 S ランクめっちゃ出ますね、ボルシンガー投手。いやー嬉しいですよ、ロッテ枠、ロッテ枠埋められるわ。いやごめんなさいね、急に喋っちゃってはい、あー来なかったね。はい、ということで杉内選手どうぞ。あーかっこいい、このフォーム何人が真似したことか、かっこいい。はい、ということで本日は TS 第4弾のガチャ動画でした。いかがだったでしょうか。なんか毎回最近言ってる気がしますけど、今回もこれかなり過敏気ですよね。どんだけ出んだよって思いましたよ、正直。最近これが普通になっちゃってるんで、ちょっとまた落ちちゃって怖いですけど、まあこのままね、調子に乗っていきたいと思います。はい、ということで今後もね、プロスピエース、どんどん頑張っていきたいと思うので、ぜひね、こんな動画が見たいみたいなのあったらね、リクエストお願いします。はい、この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。登録ボタンの横の通知ボタンを押してもらえると、動画が上がったらすぐに通知が飛んでいくので、ぜひそちらの方も押してください。ということで次回の動画で会いましょう。バイバイ。